不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中良社長の不動産メイク、同地方市街化区域の特速編ということで、このチャンネルは完全動画で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、皆さんおそらく今勉強していらっしゃる方が多いんじゃないかと思われる法令上の制限のところなんですけども、今日やりたいのはですね、ズバリここでございます。農地法でございます。これ農地法はですね、とにかく特典権というふうに言われてはいるんですけども、まあ、毎年ですね、特典権と言われ続けてしまったせいでですね、だんだん問題が難しくなってきております。そこで今回はですね、すごくいいご質問いただきましたので、それに合わせてですね、ちょっと農地法の重要な知識に関しまして、ちょっとおさらいをですね、していきたいなというふうに思っております。ということでですね、早速行きましょう。まずはこちらです。農地法の基本。まずはですね、農地法参上許可から行きたいと思います。で、参上許可というのはこちらでございます。農地は農地のまま。で、再送放牧地は農地またはそのまま利用する。で、所有権の移転や、地上権、賃借権等の設定または移転をする。これでございます。これは権利移動でございます。参上許可でございます。この場合にかかる規制というふうに思ってください。ですね、許可権者がですね、こちらでございます。原則は農業委員会でございます。はい、原則ということは例外があるということです。で、例外というのが試験に出るんですけども、これが例外でございます。権利移動の適用除外があります。まずですね、国または都道府県が権利を取得する場合でございます。そして土地収用法などの規定により収用または使用される場合、そして相続、遺産分割、法人の合併等により権利を取得する場合には、農業委員会に届け出が必要という形になっております。この参上許可についてはですね、許可を受けていないとですね、契約はですね、無効になってしまいますし、罰則の適用も受けますのでですね、これ十分注意をしなければいけないというような部分でございます。ちなみにですね、重要なのがここのところ、所有権の移転や地上権、賃借権等って言いました。この中に抵当権とかそういったものが入っておりません。で、過去のですね、試験問題で、これですね、抵当権をですね、設定する場合にも参上許可いるかみたいなですね、問題出てくることあるんですけども、いりませんので、これ抵当権はこの中入ってませんので、十分ご注意ください。よくですね、引っ掛け問題で出てきますので、あれ抵当権ってどっちなんだっけ、いるのかなみたいな風になっちゃう人多いんで、気をつけてください。参上許可にですね、抵当権とかは入っておりませんので、ご注意ください。続きまして、4条許可。これはですね、転用でございます。転用っていうのは何なのかというとですね、こちらです。農地を農地以外のものに変える場合、農地を再送放牧地に変える場合、で、再送放牧地から他のものに変える場合は対象外というふうになっております。要するにですね、4条許可というのは日本からですね、農地が減ることになる場合というような感じのイメージでございます。で、許可権者はですね、原則は都道府県知事で農業委員会を経由しますという形になります。で、ここからは重要なんですけど、これも例外があります。例外的に指定市町村の区域内は、指定市町村の長が許可権者になります。さらにですね、今日一番重要なところはですね、ここから先なんですけども、市街化区域の特則としまして、これ特則があるんですよ。どういう特則かというと、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば許可が不要になるんです。これはですね、市街化区域内の場合です。市街化区域内の農地に関しましては、もう要は市街化が進んでいるような場所なので、そんなにですね、許可を厳しくしてですね、農地をですね、転用させる必要がないだろうというところで、市街化区域内の農地に関してはですね、こう農業委員会に、ね、届け書を出せばですね、いいですよという形になっております。要するに市街化をしていかなければいけない、推進しなければいけないような場所になってきますので、そこの許可にですね、時間をかけている場合じゃないということでございます。それから転用の適用除外があります。こちらです。2アール未満の自己所有の農地を農業用施設、これはですね、温室とかサイド、あとは農業倉庫に供する場合は許可が不要です。あとは国、都道府県または指定市町村が道路、農業用排水施設などの施設のように供する場合は許可不要です。でですね、これ4条許可を受けませんと、工事停止命令になったりとかですね、原状回復命令なんかが適用されたりしますし、罰則の適用も受けたりします。さあ、今日ですね、いただいたコメントはですね、この4条許可に関してですね、非常に重要なコメントをいただいております。こちらです。お世話になっております。農地法真っ最中です。教えてくださいということですね。まずはですね、ご質問いただきました過去問をやります。こちらです。被害確域内の農地を、自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。さあ、どうでしょうか。これはですね、非常に重要な問題でございます。さあ、いきますよ。答えは、はい、これは×でございます。はい、じゃあコメント続きいきますよ。問題文には、あらかじめ農業委員会に届け出ればの文言がないのに答えは×です。納得はいかないのですが、何か私の見落としでしょうか。また、あらかじめ農業委員会に届け出ずに、転用してしまった場合は実際どうなるのでしょうか。興味があるので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでございます。はい。これですね、人によっては何このコメント何言ってんのっていうふうに思うかもしれませんけども、これですね、過去にも同じようなご質問が何回かですね、この問題でですね、ありましたので、ちょっと解説をしたいと思います。要するにですね、この方が言いたいのは、市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要って習ったよ。なのに、
この選択肢は届け出のことに触れずに単に許可必要であるっていうふうに言ってるから、選択肢が不適切じゃないのっていうことなんだと思います。はい。要するにですね、これ選択肢をものすごくですね、正確にするとこういう感じなんですよ。市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、法第4条第1項の許可は不要である。これがですね、超正しい知識という形になることはなるんですけれども、これだったら丸ということなんですけれども、これですね、実現された選択肢に関しては、市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要であるっていうのがですね、これがですね、罰ということが納得できないということなんですけども、これですね、逆にお伺いします。この選択肢、丸じゃないんですよ、絶対に。まずそこなんですよね。これ法第4条1項の許可は必要じゃないんですよ。なぜなら、市街化区域内の特色が発動するんでですね、これは届け出ということになるんですね。なんでこれですね、これ今この方がご質問いただいたような感じのコメントがたくさん来るのかというと、これ、宅建の参考書だとですね、市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合ですね、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第4条第1項の許可は不要ですみたいなですね、感じで書いてあるので、これですね、逆を取るとですよ、逆を取るとどういうことになるかというと、届け出をしなかったら許可取らなければいけないっていうふうに思うんだと思うんです。だからですね、この選択肢に違和感を感じてきちゃうっていうことなんだと思うんですけども、ここからですね、ちょっと実務のお話をします。実務上のお話をします。これですね、この4条許可、この市街化区域内の4条許可ってですね、ぶっちゃけ実務はどういうふうになってるかというとですね、市街化区域の土地って無断で転用されているケースって実は結構あるんでございます。皆さんさっきのですね、選択肢、もう一度冷静に読んでみてください。農地を自家用駐車場に転用する場合、これってですね、例えば皆さんの実家が農家だったとしてですよ、農業をやらなくなったから駐車場として車止めとこうっていう風に思ったりしませんか？そういうことって多分あると思うんです。普通に考えたりすることだと思うんですけども、じゃあその時にですね、じゃあ農業委員会に届け出しなくっちゃって思うと思いますか？多分ね、思わないと思いますよ。だって自分の土地に車止めるだけですから、自分の勝手でしょって思うのは多分自然だと思います。そもそもですね、農家の方がみんなですね、農地法に詳しいわけじゃありませんし、もっと言えばですよ、農地をただ相続した息子のサラリーマンがですね、農地法に詳しいなんていうことはとても思えません。ですからですね、これ転用の状態になったとしても、転用の手続きをしなきゃいけないということを知らなくてですね、そのまま放置して無断転用になっちゃってるような状態の方ってですね、それなりの数ですね、いるんでございます。じゃあですね、40許可の転用ってバレないのかというとですね、バレるんでございます。バレるタイミングがあるんでございます。それはいつかというと、ズバリこれです。売るとき、それから担保に出すとき、こういうケースのときにですね、バレるんです。これですね、例えばですね、この転用にしてですね、今駐車場になってるやつとかですね、仮にですね、その転用してる途中ですね、こう担保に出してお金を借りるとかですね、そういうような場合に、宅建業者とかですね、金融機関に相談すると思うんですけども、そういう時にですね、契約を交わしたりとかですね、ローンの契約とかですね、売買契約を交わす時に必ず提出を求められるものがあるんです。それがこれなんです。農地転用届。これなんでございます。これ市街化区域の話します。市街化区域の場合ですね、農地転用届、もしくはですね、その受理書、そういったものをですね、提出を求められます。つまりですね、ちゃんとですね、市街化区域内の農地をですね、転用しているっていうことを届け出してますよっていうことをですね、証明しないと土地は売れないし、担保にも出せないということなんです。ここで初めてですね、所有者は慌てるわけです。そんなことしなきゃいけなかったのっていうふうになる人も大勢いると思います。じゃあですね、こうなっちゃった場合どうなるのかというと、届け出してないから4条許可、じゃあこれから申請しようかっていうふうになるのかどうかっていうと、実務上ですね、そういうふうにはなっておりません。この場合ですね、無断転用になるわけなんですけども、農地転用届とですね、始末書っていうのを書いてですね、出す感じになるんです。まあ、始末書って何かというとですね、まあ簡単に言うとですね、なんで無断転用しちゃったのか、無断転用したですね、経緯なんかを詳しく書くわけです。まあ簡単に言うと言い訳ですね。そういったものを書くわけです。で、あとはですね、今後はちゃんと守ります的なことをですね、まあ誓約書的な感じで書いてですね、でそれを始末書としてですね、一緒に出すというような感じのイメージでございます。まあそれでですね、認められるかどうかケースバイケースだと思いますけれども、市街化区域についてですね、求められているのは知事の許可じゃなくて、農業委員会への届け出ということなんでございます。こういうふうにですね、覚えておけばですね、変な誤解が生まれないんじゃないかなというふうに思います。そして最後ですね、5条許可いきましょう。転用目的権利移動。これで3条と4条が合体してる感じですね。農地を農地以外のものに変える場合、それから農地を再送放牧地に変える場合、で再送放牧地を他のものに変える場合、所有権の移転や地上権、賃借権等の設定移転をする場合、この場合にですね、5条許可が必要になります。許可権者はですね、原則は都道府県知事で農業委員会を経由するという感じになります。で、これにも例外がありまして、指定市町村の区域内は指定市町村のですね、長が許可権者になります。市街化区域のですね、特色としまして、あらかじめですね、農業委員会に届け出ればこちらもですね、許可が不要になります。で、例外としまして、国、都道府県または指定市町村が道路、農業用排水施設などの施設のように供する場合は許可不要です。
却を受けないですね、場合、契約はですね、無効になります。またですね、停止命令とかですね、現状回復命令が適用されて罰則の適用を受けますので、ご注意くださいということでございます。以上がですね、農地法の3つの許可という形になります。農地法の問題はですね、開発許可と一緒で問題の解き方にですね、ポイントがあるんです。まずですね、ステップ1で権利移動なのか、転用なのか、転用目的権利移動なのか、どれに当てはまるのかっていうのですね、まず選択肢をよく読んでいただいて、まずそこを判定します。例えばですね、耕作目的でってきたらですね、権利移動だとかですね、あとは農地を農地以外にってきたらですね、転用か転用目的権利移動かどっちかなというふうな感じのパターンが多いというような感じのイメージです。そしてステップ2、主体は誰なのか。で、最後ステップ3、許可か届け出か。ここのところですね。ではですね、このステップを踏まえまして、後半の動画ではですね、この農地法に関してですね、重要な過去問を一気に連続で出題していきますので、ちょっと問題を解くのにですね、慣れていただければと思います。ということでですね、こちらのサムネイルをクリックしていただいて、後半の2本目の動画にですね、ついてきていただければと思います。それでは一緒に行きましょう。